忍びの世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされる。けどな、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。カカシよりも先生よりも誰よりも強くなって、里のみんなよ、凛を守ってみせる。 オビト、俺の車輪眼を光るからよ。お前の目になってこれから先を見てやるからよ。今日からお前が救世主だ。お前が内葉マダラだ。俺がこの世の因果を断ち切る。お前はオビト、この世界を作り変える。 俺は第二の陸道仙人だ。夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ。険しい道の歩き方だ。おかげってのは、いてえの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。 だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。本当のあんたは、おかげを夢見た木の葉の忍びだ。あんたが内葉オビトなんだ。今回は俺がメイン、お前はバックアップだ。カカシ、久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよオビト。行くぞ。 結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺はあんたじゃない。今の俺は火影を語りたかった内葉オビトだ。頑張れオビト、私ずっと応援してるからね。 俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だが、やっと、たどり着いた。